じゃあ、続きいきたいと思います。トレトコア 3.0 と WPU という名前で相馬さんにお願いします。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。これあ、それね、あ、そっちは気にせず進めてください。はい、じゃあすみません、軽く自己紹介です。上野園あゆまと言います。で、普段は WPF とあとゲームエンジンのアンリアルエンジン4を使った開発をしています。この隣をグラフぐらいの感覚でやってます。あと趣味でパン焼いてます。このアイコンは自分で焼いた食パンです。で、Twitter とブログもやってます。で、今日お話しするのが、WPF についてなんですけれども、この中で WPF を使って開発されたことのある方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あ、結構、ありがとうございます。あ、じゃあいいです。で、あ、違うな。 WPF とは Windows Presentation Foundation っていうデスクトップクライアントアプリケーションを作成する UI フレームワークということで、この下に絵が出ているような、XAML で UI を構築してロジックは C# で書いていくっていうものになります。で、もう一つ特徴的なのが、もう WPF で開発するって言ったら MVVM を使うっていうぐらいだと思うんですけど、モデルビュービューモデルっていうソフトウェアアーキテクチャーパターンの一つで、この下の図のように全体の構成をビューとビューモデルとモデルに3つに分けて設計するっていうものになります。で、こんなような WPF を私は今業務で使ってるんですけど、自動車開発にの業務やアプリケーションで主にいっぱい使ってます。一番例として、車に乗ってる ECU の通信モニターアプリとか、いろいろ動機を取って表示するツールということで、ちょっと表現がざっくりすぎるんですけど、あんまり細かいことを書いちゃうと怒られちゃうんで、こんな感じにしてます。なので結構私の周りだと Windows フォームので作ってるアプリケーションとか結構多いんですけど、その人の理由を聞くと WPF だとなんかパフォーマンスが良くないとか、そういうのを聞くんですけど、実際画面の更新間隔調整したりですとか、そういったバインディングの部分のプロパティチェンジのタイミングを考えるとかすると、こういう数ミリとか数十ミリの値のモニターとかにも使えるので、十分パフォーマンスが要求される限度はありますけど、ところでも使っていけると思うので、私は気に入って、使ってます。で、WPF と .NET Core 3.0 ということで、.NET Core 3.0 のになって WPF がサポートされました。で、今ある .NET フレームワークは 4.8 で最後ということで、今後は .NET Core とあとその先にある .NET 5というふうになっていく流れだと思います。で、今のところ WPF を使った資産たくさんあるので、今のうちに .NET フレームワークがサポートされるなくなる前に .NET Core は試しておかなくちゃいけないなと思って今回してみました。で、今回試した内容なんですけれど、既にある WPF のアプリケーションの移植というわけではなくて新規で作りました。で、何かハローワールドみたいなアプリケーションを作っても面白くないので、何かテーマを持って実装しようということで、ちょっと今右側に見えているようなノードベースの UI、最近作ってみたいなと思っていたので、これを作ってみました。これが今年の5月ぐらいで、.NET Core 3.0 のプレビュー3ぐらいの時です。で、ついでに自分がよく使用するライブラリを NuGet から選んで、それも .NET Core で使っても大丈夫なのかなというのも同時に試してみました。Extended WPF Toolkit と Microsoft Aml Behavior Reactive Property Bong WPF Drag and Drop ということで、ちなみにこの一番下の WPF Drag and Drop はWPF 自前で Drag and Drop 実装すると結構しんどいんですけど、MVVM にのっとってビューモデルの中でドロップ後の処理を選択できたりとかして、すごいあっさり書けるのでおすすめです。検証環境は、昨日最終確認してきたので、昨日の時点での最新のビジュアルスタジオで動くようになってます。で、ちょっと少し比較をしたかったので、 .NET フレームワークも使ってます。
プロジェクト設定ファイルなんですけど、新規で作るとドットネットコアを使った WPF アプリケーションを作るとアウトプットタイプとターゲットフレームワークとユーズ WPF のみ書かれた状態で作成されるんですけど、ちょっと今日松井さんのお話でもあるんですけど、ドットネットフレームワークの出力も同時に試したかったので、ターゲットフレームワーク数にして両方出すようにしてます。あとこの後の話には直接出てこないんですけど、せっかく使えるようになったので C#8.0 と、ヌル許容参照型も有効にして作って試しています。作ったものがこんな感じのこうこんな感じのものです。ノードを自分でつなげ計算式を作成するようなアプリケーションで、足し算と引き算ができます。これムービーになってます。動かん、あれ、動きました。こんな感じで左側から、ノードの元を掴んで右側にドラッグ&ドロップして線をつなげていく感じです。このドラッグ&ドロップに先ほどのライブラリを使っていて、そうですね、こんな感じでリアルタイムで計算結果が出るようになってます。ちょっと反応がいまいちなところもあるんですけど、こんな感じで計算式が足し算と引き算だけですけど作れて、数字を上の方を変えると全てが全部リアルタイムで更新されるっていうものになってます。でちょっとさっき見えちゃったんですけど、作ってみた感想を一言で言うと、ドットネットフレームワークを使って開発するのとほぼ同じ感じを受けました。もっと大規模なプロジェクトを開発していくと多分きっと差異ものすごく出てくると思うんですけど、あくまでも今回自分が作ってみた範囲では途中でドットネットコアを使っているっていうのを忘れるぐらい普通に書けました。で感想はそんな感じなんですけど、次にドットネットコア 3.0 ので入った新しい機能の中で WPF と合わせて使うといいなと思うものをいくつかやってみたので、それの報告をします。でまずドットネットフレームワークでビルドしたものとのファイルとファイルサイズの比較なんですけれど、ちょっと差はあるんですけど、おおむね一緒です。どうしたの？解像度落としてみた。あ、本当ですか。はい、ちょっと次やったら試してみます。でドットネットコア 3.0 はランタイムを出力ファイルに含めるっていう機能があって、これ個人的にすごいいいなと思ったんですけど、特に仕事でやっているとユーザーのマシンにソフトウェア一個一個インストールするのも許可いるっていうようなケースもあるので、ランタイムを含めれるっていうことはすごくいいなと思って試してみました。でそれを実行するには CS プロジェにランタイムアイデンティファーにこのような文言を書くんですけれど、それをやってパブリッシュを行うとランタイムも一緒に DLL などが含まれて出力されます。でファイル数がものすごく増えていて、ファイルサイズ もう数十倍ぐらいに膨れ上がっています。で本当に含まれているのかっていうのを確認するために、仮想環境にまっさらな状況を作って確認してみました。右側がランタイム入ってないやつで、自分の開発用マシンでは起動するんですけど、ここだと起動できません。で左側は含めたやつなんで、起動するとちゃんと動きます。でこの OS にはドットネットコア入れていないので、ちゃんと含まれているなっていうことが確認できると思います。で次にランタイムを含めると、ファイル数もものすごく増えたと思うんですけれども、ドットネットコアの 3.0 の機能に単一の実行可能ファイルを作るっていう機能がありまして、
CS プロジェにパブリッシュシングルファイル True って書くことでそれが有効になります。でこれを書いて発行すると、フォルダの中には EXE と PDB ファイルの2つが書かれることになります。で下の行に書いてある Include Symbols in Single File っていうのも入れることで本当に EXE1 個だけになってその中に PDB も入ります。でその単一実行可能ファイルなんですけど、以前 .NET フレームワークの時にもあんまり個人的に使ったことないんですけど IL マージとか使うと一つにできるみたいなのがあったと思うんですけど、内部的にはどっちかというと自己展開型の圧縮ファイルに近いのかなと思います。で起動すると添付ディレクトリの下にファイルが展開され展開されたファイルが起動されるという感じです。でそのため初起動だけ結構時間がかかってるんですけど、展開1回しか行われないので2回目以降は早いです。これがその様子なんですけど、右側が今一つしかないんですけど単一実行可能ファイルで、左側が添付ディレクトリになります。右側の単一実行可能ファイルをダブルクリックすると今フォルダができたと思うんですけど、あれがもうちょっと経つとフォルダの名前がもう少しリネームされてで起動するっていう感じです。でこの中見てみると先ほどの全部ランタイム含めたファイルが入っていて展開されているっていうことが分かります。添付なので次 OS 起動するときに消えるんですけど、発行何回もしていくと溜まっていきます。で2回目以降は今もうすでに展開済みなので1回目よりも早い時間で起動したのが分かると思います。でこれはこれでいいんですけど、アプリケーションの中から実行ファイルの場所を調べるようなケースが結構自分ではよくやって、その時に一体どこを指すんだっていうのが気になって調べてみました。で一番上のカレントディレクトリのみ、展開前の場所を示してくれて、それ以外のこの3つのケースでは添付以下のディレクトリを示します。ただカレントディレクトリってバッチファイルとかから起動してしまうと変わってしまう恐れがあるので、今のところ僕が見た感じだと単一実行ファイルの場所を必ず示してくる方法がないということで、これ結構、使い方によっては困っちゃうなと思っているところです。でちょっとだけ話が変わるんですけど、単一実行可能ファイルを作ったときにファイル数だけじゃなくてファイルサイズもすごく大きくなってしまいました。で .NET Core の中にアセンブリのトリミングっていう機能があって、これもプロジェクトファイルにパブリッシュトリムドトゥルーって書くと有効になるんですけど、自動的に使ってないようなアセンブリをカットしてくれてファイルサイズを削除してくれます。でやってみると確かにこのように減りました、はい、ただちょっとマイクロソフトドックスを読んでいると、トリミングすると壊れることがよくありますっていう記述がありまして、壊れることがありますじゃなくてよくありますなので、ちょっと怖くて使えないなこれはと思いました。ただ今回の自分の作ったデモアプリケーションは一応動作しました。ただ多分きっと使わないと思います。で、全体のまとめなんですけれど、WEF は .NET Core 3.0 でも、自分が試した範囲ですけれども .NET フレームワークと同じように開発ができました。 .NET Core ランタイムを出力ファイルに含めることができるので、ユーザーの PC にランタイムをインストールすることがないっていうのはすごいメリットだなと思います。であと単一実行ファイルを作るっていうことはできるんですけど、場所には注意が必要っていうことと、トリミングは怖いので危険です。以上になります。あと僕が参考にした資料の URL は最後に載ってます。このスライドは後で公開します。以上です。